ここのカニいっぱい並んでますけど、今日はカニ将軍に行きます。じゃあ、はい、お店入れないですね。待合とですね、お土産所がね見えます。そこのね右からですね中に入っていきます。結構ね中はねめちゃめちゃ広くてですね、こう熊の置物とかもねあったりとかして、はい、ちょっとね雰囲気がいいですね。日本料亭みたいな感じなのかな。早速ねお席の方にね案内してもらったんですけども、こちらのね滝の流れるね、はい、席にね座れて非常にですね、はい、見栄えがいいですね。びっくり海石のあやめと、こちらカニ海石のフラノ頼みました。あとこのカニ味噌焼きとカニクリームコロッケ、こっちでした、カニ味噌でした、カニ味噌。こちらがねカニ味噌です。それとフラノコースの方のカニ刺しがね到着しました。はい、このね透明感のあるカニの身がね非常にね食欲をそそりますね。またこのカニの身がですねみずみずしくて、口に入れた時にですねこの甘みがねパッとね広がって、最後ねカニのね香りがふわっと出るんでね、非常にですね食べた後もねこうカニのねインパクトが強くてね美味しかったですね。はい、こちらはねどうしても食べたくて単品で頼んだカニクリームコロッケですね。これね開けるとね中のクリームの中にカニがねいっぱい入っててね非常にね美味しかったですね。最初ね札幌クラシックラが飲んだんですけど、熱燗にね移行します。はい、こちらフラノコースのですねズワイガニのカニ酢がね来ました。このまさにこのゆでガニがねやっぱりカニの中で一番好きなんでね、これを食べるのがねやっぱり醍醐味ですよね。はい、このカニ酢がね非常にね酸味があって美味しいんですけど、まあ、できればマヨネーズも欲しいみたいな、多分頼めばもらえるんじゃないですかね。これはちょっとゆでガニが一番うまい、やっぱり。はい、こちらはコースのカニ鍋ですね。もうすでにねカニの身が食べやすくなってるんでね、めちゃめちゃ美味しそうです。こちらはねフラノコースでね6600円なんですけども、もう一個はねあやめコースっていうのを頼んだんですけど、そちらはね結構3000ぐらいのコースなんですけど、そちらの方もね意外とねいろんな種類食べれて、こういった茶碗蒸しとか、あとエビシューマイなんかも出てきてね、全然なんか引けを取らない感じのコースでしたね。どっちもね結構美味しいメニューのねコースになってて、なんか2人で来たらなんか混ぜてねいろんなもの食べれるっていうのもいいかもしれないですね。こちらもねカニグラタンですね。カニの天ぷらもですね、まあ、サクサクでね非常にね揚げたてで美味しかったですね。カニの味がすごい。こちらがあやめコースのカニちらし寿司ですね。いくらも乗ってますね。こっちがフラノコースのカニ太巻きですね。はい、最後はねデザートのねシャーベット食べて、非常にお腹いっぱいで満足でした。美味しかったです。最後ね締めにおしぼり出てきたんですけどね、レモンが乗ってて、これはねレモンを指にねこうつけるとカニの匂いが取れるみたいですね。カニの匂いきます。カニ将軍行ってまいりました。カニ三昧でもうね体がカニになるぐらいねカニいっぱい食べたんで、めちゃめちゃ美味しかったです。もうねなんだかんだどこ行ってもお腹いっぱいです。すごいボリュームがあるんで、はい、多分満足できると思います。ぜひね行ってみていただければと思います。カニ